カルベアツ氏は、日本の実業家。豊田通商代表取締役社長や、同社代表取締役会長、日本貿易会副会長、中部経済同友会代表幹事等を歴任した。レジオンドヌール勲章シュバリエ受賞。神奈川県出身。神奈川県立湘南高等学校を経て、1976年。 横浜国立大学工学部電気工学科卒業、豊田通商入社、1999年物流部長、2004年取締役、2006年執行役員、2008年常務執行役員、2011年から豊田通商代表取締役社長を務め、北中米、欧州、豪州、東アジアに加え、シエファウに資本参画するなど、 新たにアフリカへの注力を進めた。2017年には、中日フランス大使館で、レジオンドヌール勲章シュバリエを受賞した。創立70周年の2018年に、代表取締役会長に就任した。2019年中部経済同友会代表幹事、名民な都会運取締役、ネクスティエレクトロニクス取締役、採用化成工業監査役。2020年、 トヨタ通商取締役会長、KDDI 監査役。また、日本貿易会副会長、東亜武道産取締役、トヨタモビリティ基金理事、愛知、名古屋アジア競技大会組織委員会副会長、東海日中貿易センター副会長、豊田理科学研究所評議員なども歴任。AB 経営者。 編集長インタビューカルベアツ氏トヨダ通商社長2016年4月5日特大公週館エコノミスト社長人事についてファット APC トヨダ通商トヨダ通商のカルベアツ氏社長がレジオンドヌール勲章受賞在日フランス大使館電子版トヨダ通商社長に貸した2専務執行役員カルベ社長は会長に 日韓工業新聞2018年2月ミックヒチューブ同友会代表幹事に豊田通商のカルペ会長2019年1月29日11時15分日本経済新聞名港海運新社長に高橋専務取締役ロージスティックストゥデイマイナス2019例510ネクスティエレクトロニクス2019年6月14日付日本経済新聞 第95期優化証券報告書2018年4月1日から2019年3月31日、産業化成工業2020年度第98期優化証券報告書、人事、KDDI 日本経済新聞2020年5月14日17時45分、勝者の変化する力で日本を、リード2014年1月号日本防衛機会、 月報オンライン会社概要等は武道産東西団概要組織委員会について役員、役員、評議員名簿豊タ理科学研究所、ありがとうございます。